今日はここでちょっと計測、やっていきます。それで一応 1000m のテストなんで1000m のテストなんで、一応非常にこう大事な、持久力、そしてその中にあるスピードですね、やっていくのがいいですね。はい、で 1000m、今日の組み分けは、フォワードはフォワードで走ります。 D は D、 キーパーはキーパーで、競いながら、走ってください。いいですね。はい、で最初フォワード、その後 D、 その後キーパーで、その後に400、200のインターバル、入れていきますので、インターバルはちょっと時間見ながら、本数決めます。でタイムも決まっているので、そのタイムは、400、200の、ね、タイムはターゲットタイム決まっているので、それに合わせながらやっていくという形でいきます。いいですね。いいね。じゃあ皆さん元気出してね、頑張っていきましょう。はい、スタートはあっちの奥に同じマーカーがあるので、あそこがスタートで、走ってきて、それで200だからね、あとは2周する、それで全部で1000だから5、6、ね、200、ここから400走って、ここまで来たら600走って1000、 OK、 あっちスタートね。いいはい、それじゃあ早速あっち行きましょうか。スタート何本かでいいよ。野外ライブ来てはない。ない。じゃあフォワードから行きますね。まあフォワードはフォワードでもしっかり協力してね、 D のタイムに負けないように。特にフォワードが D のタイムに負けるってないから。いいね。あれあれあれ。D もフォワードをちょっとこう消しかけていってね。はい。でキーパーに負けることもないから D は。いいね。フォワードもない。いいね。はい。で、まあタイムは多分3分切るか、3分切るぐらいで切ると思う。3分ぐらいで絶対入ってくるはずだから、意識してね、頑張ってやっていきましょう。3分から、まあ3分から3分半ちょっと分かんないけど、まずこれどのぐらいなのか。いいね。いや、ここよりいい、フォワードでもいける。まだ使ったらいいよ、3分時間あげる。全然ブレねえな、ペース全然前が飛ばそうです。ペースメーカーいらねえわ、もう。
してるんで、集中してるんで、皆さん。10ってやばいね。記録作ろう。よし。ちゃんと行こう。これいかん。この春やもう。ここまでね。今2個目まで、3個目まではいきます。一番スケッパで、ドメで、3分3、3分35か。はい、じゃあ行きましょう。大体、予想どうでしょう。試合行こう。よっ。さ、キーマージン。キーマージン、頑張ろう。ペース考えて。すいません、マネージャーの許可取ってください。やめてください。許可取ってないです。ハッシーも早いですよ。
いいよ。ああいうやつに最後に残してください。いや残してない。最初飛ばしてから。来た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 。あの二人の争いかな、後ろ。